はいどうも、カオスマイスターと申します。本日はですね、こちらドン松の家のささみかつ定食プラスコロッケトッピングになります。はーい。いやー、このね、今 YouTube で私カオスマイスター企画の最中です。11月20日に行われる水戸で格闘技のイベント、レジリエンス04という、格闘技のねイベントがあるんですけども、その、イベントの、第12試合、プロレスルールにて私カオスマイスターが、試合をします。場所はユードームアリーナという、プロバスケットボールの、コートを、巨大施設を借りて、そこにリングじゃなくて今回は金網ケージを立てて試合をするんですけども、その試合までに、松の家のささみかつ定食を1日1回食べるダイエットという減量法を試してみます。はい。松の家のねささみかつ定食を、レジリエンスの試合が行われるその前日までね、前々日まで食べてどれだけ痩せられるのかというささみかつ松の家ダイエットというのを、やりたいと思います。はい。これでね、試合当日めちゃくちゃブクブク太ってたら大爆笑なんですけど、いろんなことにね企画チャレンジしていきますんで、はい。これをね、タルタルソースとソースとからしですよ。はい。中濃ソースタルタルからし、これが最強にうまいっすわね。ご飯が本当にね止まんないっすよ。いやー、松の家のねささみかつ定食はうまいですよね。なんで期間限定なんだよって思いますよ。これレギュラーにしろよって思います。はい。本当そこが松の家の弱点というかシェリー商事だなって思うんですけど、まあこの期間限定の間ね、12月いっぱいぐらいまでやんのかな、おそらく。ちょっとわかんないんですけど、その、期間中はずっとこの松の家のささみかつ定食を食べ続けるっていう。まあささみっていうのはタンパク質が豊富でね、脂質が取れないんですけど、その脂質を衣というのでカバーしていこうと。皆さん勘違いしてる人が多いと思うんですけど、炭水化物とタンパク質と脂質を全部を取らないと、筋肉は大きくならないんですよ。タンパク質だけ取って、なんか、減量、それは減量なんですよ。タンパク質だけを取るっていうのは。なんだ、炭水化物も必要だし、油も必要なんですよね。なんか、ちょっと世間の人たちの、考えの違いが、炭水化物と油は悪だ、悪者だ、みたいな考えがあるじゃないですか。それを持ってる限り筋肉は爆発的にはでかくはなんないですね。絶対に筋肉をつけるんだったらきつい高重量の筋トレとカロリーオーバー、これが必要なんで、タンパク質は絶対大事なんです。ただそれと同じぐらい炭水化物と脂肪、脂質も必要ですね。はい。体重が増えて脂肪も増える、筋肉もつくけど脂肪が増える、そんなの知るか、そんなの知るか、ボケ。はい。いや、もう私は本当バカでかい筋肉がついて、スーパーパワーを手に入れられればそれでいいので、別に体脂肪がね、増えようが、体重が増えようが関係ないです。私、体重125キロから130キロの間を行ったり来たりしてますけど、体脂肪率は 33% ですから。はい。まあ、これ一見めちゃくちゃデブですけど、普通の一般人の人でもし私の体重、スーパーパワートレーニングをやってない一般人の体重が私と同じ130キロぐらいあったとしたら、多分体脂肪率 50% とかじゃないですかね。それでも 30% に抑えてるっていうのは、やっぱスーパーパワートレーニングで、やっぱ体の中にちゃんと筋肉もあるよっていうことです。筋肉なかったら150キロのベンチプレス上げられないですからね。はい。ほんとね、そういう感じで、もう、常に休みの日は、筋肉痛ですよ。腕、上腕二頭筋と胸、肩が本当に痛いんですけど、まあ、レジリエンス大会でね、その辛さ、筋トレのね、なんか辛さも全部吹き飛ばすように。そのために、相手を持ち上げて叩きつける、頭から落とすために体を鍛えてるんで、はい。
これは本当カオスマイスターの理にかなった、筋トレと食事法ですね。食事と筋トレで体が作れるわけですから、はい、うまいもん食ってガンガン筋トレして痛風になってパワーついて最高だっていうことでね、はい、うん、以上カオスマイスターでした。またアップします。シェリー少女くたばれバイ。今日はねハプキトーマスターと、この後グリル倉敷さんに行って肉汁あふれるハンバーグを食べに行きます。以上カオスマイスターでした。バイ。